場合は砂が茶色いと思うんですけど、これはあの山から入ってくるあの土砂、あの砂によってここのビーチが形成されているからなんですよね。向こうから川が流れてきて、で河口がまあいろいろなところにこう移動してできるんですけれども、でこの前までは河口がそこら辺にあって、で16号で砂が流されて、でこれからまた少しずつ打ち寄せる波で砂が回復してきて、でここの砂浜がまた分厚くなっていくんですけど、その時にこう横に川が流れ始めて向こうに砂を運ぶっていう、そういう循環が砂浜を形成しているっていう地形になってるんですよ。河徳は川と海がつながる場所が本当に自然のまま動くようになっているんで、まあ、日本の多くの河川は流域にしても河道の流れる場所にしてもですね、河口の位置にしてもコンクリートで固められて決まっているんですけれども、そうではなくてここは本当に自由に動くようになっているので、自然の循環がもうそのまま残っている、もう日本では数少ない場所ですね。砂っていうのは自然の防波堤としての機能を果たしてますんで、これ見ていただいたら分かるように沖合の方で波が割れている、それは砂浜がこう沖合まで浅瀬についていて遠浅の地形になってるから割れてるわけですよね。沖合にもし砂がなかったら、波はもっとこっちまで打ち寄せてきて、でここでバシャーンってなる白波が立つわけです。でこれがここの部分の砂浜が削れていって縮小して小さくなってしまうっていうことだと、当然沖合で波が割れにくくなってしまって、波がどんどん、陸地の方に近づいてきてしまう。それが人工的に起きる本当の海岸浸食 でそれが日本では、護岸を作った後にさらに沖合に、波消しのブロック、消波ブロックを置いたり、いわゆるテトラって言われるやつですよね、置いたり離岸堤を作ったりしてしまう。それは結局護岸を作ることによって、まあ、砂浜の防災機能を減少させてしまって、その結果逆にもっと危ないぞっていうことに、なって、でさらに護岸を伸ばしたり離岸堤を作ったりっていうのが今の日本の行政の実情ですね。護岸が設置される位置なんですよ、実際の。ここにコンクリートのこう護岸を作ろうとしているので、あの県は上から砂を持って、あのコンクリートは見えなくなりますと、でアダンを植えますと、だから自然の景観に配慮したものに、なると、だからこれはエコ DRR だっていうふうに言ってるんですけれども、まあそれは全然違いますね。ここ5メートルぐらい掘り返すんですけど、でその前にこう砂を盛るっていう風になってるんですけど、ここの傾斜角が30度なんですよ。30度ってスキー場並みの角度ですから、ちょっとした波でここまで波来ますから、こんな砂全部なくなりますね。そこにアダンを植えたとしても、そのアダンもすぐ流されてしまうと。でなくなるっていうことは、ここの護岸に直接当たるようになるわけですよ、波が。で波が直接当たるっていうことは、その反射波、反射して打ち返すあのバックウォッシュで砂が向こうに持っていかれますから、そうすると護岸の前のところっていうのはだんだん掘れていく、で少しずつ地盤が沈下して下がっていってしまう。だから湘南の方とか護岸がものすごい高さであると思うんですけれども、もともとはそんなに高くなくて、あの上まで砂があったんですね。でそれが護岸に波が当たって少しずつ潜屈されていって、でも基部の方まで、一番下の方まで砂がなくなってしまってるんで、ものすごい高い防潮堤があるように見えるんですよ。東北の大震災とかでも結局あの作られていたあの護岸がもうものすごい津波で流されて人家に当たって人家を壊してしまう、破壊してしまう、で内陸までそういうコンクリートの塊が吹っ飛んでくるっていうことが起きていて、
本当に護岸があるとどういうことになるのかというところから、専門機関にこれまで長い期間かけて調査をしていただいたわけなんですけれども、少なくとも今計画されているような護岸を作ってしまうと逆に浸食が起きてしまうと。で、県はですね、これを作った時にどうなるのか、あるいは作らなかった時にどうなるのかっていうですね、比較っていうものをしていないんですね。今まで日本中の護岸というものが実際作ったらどうなるのかっていうことについて検証されないまま作られてきてしまって、で気づいたら日本中が護岸だらけになっていると。で日本人はみんな護岸を見て、そういう景色は当たり前のものとして受け入れてしまっている。翻って外の世界、つまり海外とかを見ると、決して砂浜はコンクリート護岸で覆われていないし、砂浜をどういうふうに受け継いでいくかということについて先進的な考えを持っているところでは護岸を作ること自体が禁止されていたりとか、もっと違う方法をしてきている。もう自然を壊すことは人間の将来を壊すことっていうふうな認識が広がってきて、それで家督の場合はまだまだ健康な海岸なんですよ。